今年もね、この時期がやっとやってきたって感じですね。まあ明日10月1日オープン日、ここです。お、一番初めだね。到着です。いつもながら一番初めやりました。よいしょ、着きました。もう時間が0時8分。寝ます。明日楽しみにしましょう。5時半、後ろは結構車が並んでます。何分にね、あるのかちょっと分かんないんで、もうちょっと待ちます。2020年10月1日記念すべき第初日、
れた。1本目。休んで行ってくれ。
はい、10月1日のルバーフィールドオープンの日ですね。まあ朝一、まあ毎年そうなんですけど、朝一はねすごい釣れる。ただ日中はやっぱ、まあ、急に人が増えてきたからすごいね渋くなっちゃうっていうのはね、毎年このオープンの日は言われてるんですよね。渋くて釣れない日中は、だから朝立て勝負って感じなんですけど、ただねやっぱね朝2本釣ってもやっぱどうしても日中の厳しい時に釣んないと意味がない。やっぱこれはもうノーフィッシュと変わんないような思いなんで、ちょっとね明日10月2日もうちょっと居残りでやることにしました。で、まあ2日の日はね比較的まあ人は全然減るんで、減ると言われてるので、まあ釣れるかなと思います。ちょっとね10月2日明日ですね、またこの那須高原ルアーフィールドでちょっと明日頑張ります。